京セラドーム大阪です。オリックスバファローズ対福岡ソフトバンクホークス、この一戦をお送りいたします。バファローズの先発は左の山崎、対するホークスの先発は右の石川、以上の両先発。さあ間もなくプレイボールです。左の山崎マウンドに上がります。ホークス打線相手にどういった投球を見せるのか。まずは1回の表、先頭バッターは周東。はい、第9球初球に送ってストライク。さあ次の投球、外角低め見送ってストライク。第3球を投げた、外、空振り三振。周東全くタイミングが合いません。第9球初球空振り、少し迷ったか。第2球投げた、ナックルカーブ見送ってストライク。これで追い込みました。投げました、直球空振り三振。山崎ナイスピッチング。バッターは3番柳田優輝。第1球投げました、直球見送ってストライク。第2球投げました、2球目ストライク。これで追い込みました。投げました、アウトコース、直球は外れてボール。第4球は外角低め1回見逃し三振、ギリギリのところに決まった。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。山崎今日は素晴らしい立ち上がりです。2回の表、これからホークスの攻撃に入ります。先頭バッターは指名打者デスパイネ。第1球ストレートはボール。第2球投げました、2球目空振り。第3球を投げた、ボール。投球これから4球目、ストライク。第5球投げた、打った、当たり損ない、胸掴んだ、一塁へ送る、アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは5番牧原。背番号36牧原大成。第1球ボール。第2球ストレート見送ってストライク。投球はこれから3球目、流し打ち、どうだ、三塁キャンパス手前、取りました。これで2アウト、ランナーありません。バッターは6番増田。第1球投げた、直球ストライク、アウトローへ。第2球見送ってボール。第3球を投げた、打った、足立交代、ヒット。増田ナイスバッティングです。さあ2アウトから同点のランナーが出ました。第1球投げた、直球決まってストライク。1球目空振りからストライク。第3球を投げました、高め、ボール。投げました、ボール。次は5球目投げました、打ちました、取ってアウト、スリーアウトチェンジ。ホークスファーストランナー残塁、2回の表が終わって1対0です。バファローズリードで迎える2回です。ツーアウトランナー1塁という場面で伏見。第1球投げました、インハイ、外れてボール。第2球投げました、ストレートはストライク。投げた、打った、左中間へ上がった、抜いていった、一塁ランナー二塁を蹴って三塁へ、ランナー二塁でストップ、伏見ツーベース。さあチャンスを広げました。3回の表、2点を追いかけますホークスの攻撃。この回の先頭バッターは柳町。第1球まっすぐ見送ってストライク。第2球2球目ストライク、これで追い込みました。第3球を投げた、三振、山崎見事なピッチングです。バッターは9番甲斐。第1球投げた、アウトコース低めいっぱい、ストライク。さあ次の投球、変化球ストライク、低め。投球は3球目投げた、空振り三振、バッターアウト。山崎3球で仕留めてみせました。第1球投げた、決まった、ストライク。まずは決めてきました。第2球
投げました。2球目空振り。第3球を投げました。ボール外角へ。次は4球目投げました。外角見逃し三振。リプレイをご覧ください。山崎連続三振で切り抜けています。3回の表が終わって2対0です。ゲームは中盤4回に入ります。トップバッターは今宮。今日の第一打席はスイングアウト。投げました。外角低めいっぱい、ストライク。第2球、2球目ストライク。第3球を投げました。見送ってボール。投げた。内角低めいっぱい、見逃し三振。バッターは3番柳田優輝。第1球投げた。見送ってストライク。1球目ストライクから打ちました。これはファースト正面。石岡ベースを踏んでツーアウト。これでツーアウト、ランナーありません。バッターは DH のデスパイネ。最初のバッターボックスは内野ゴロに倒れています。ファールボール。第2球投げた。インコース低めストライク。これで追い込みました。第3球を投げた。ボール投げた。打ちました。打球は左中間に上がった。ヒットになります。バッターランナー一塁蹴って二塁も狙う。デスパイネツーベースヒット。左対左の勝負になります。第1打席は内野フライに倒れています。第2球見送ってストライク。第3球を投げました。外際どいボール。第4球を投げました。打ちました。飛びついた。あっと取れない。二塁ランナー三塁回ってホームに突っ込む。ホークス1点返しました。牧原タイムリーヒット。さあこれでツーアウトランナー一塁。先ほどのプレーです。バッターは6番増田。まずは一塁牽制、タッチはセーフ。第1球投げました。ボール。一塁へ牽制球を送ります。第2球投げました。インコース低め空振り。タイミング合いません。第3球打った。石岡ボールを掴んだ。山崎取ってアウト。スリーアウトチェンジ。4回の表が終わって2対1。山崎とうとう打たれてしまいました。バブローズリードで迎える4回です。先ほどツーベースを放っている伏見。打った。これは強烈。いった。入った入った。ホームラン。ソロホームラン。スタンドへ突き刺さった。初球をうまく捉えました。3対1。バファローズリードを2点に広げます。今チームメイトが迎えます。さあリプレイです。5回の表、これからホークスの攻撃に入ります。先頭バッターはリチャード。第1打席はセカンドフライに倒れています。第2球投げました。打ちました。三遊間の当たり抜けた。リチャードいいバッティングを見せました。バッターは8番柳町。第1打席はスイングアウトの三振に倒れています。第2球ここは送ってきました。ピッチャーの右へ転がした。一塁はアウト。ランナー二塁に進みました。ワンアウトランナー二塁に変わります。第1球投げた。ボール。投球これから2球目。スローカーブ決まってストライク。第3球を投げた。打った。二塁ランナー三塁へ。アウト。バファローズなおもピンチが続きます。さあピンチが続く場面で迎えるバッターはシュート。ここまで2三振といいところがありません。投げた。またも空振り。第3球を投げた。1球外した。ボール。次は4球目投げた。ストレートはボール。第5球投げました。チェンジアップ空振り三振。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。5回の表が終わって3対1。バファローズ2点リードは変わりません。
ゲームはこれから後半6回に入ります。トップバッターは今宮。ここまで2打席連続三振。投げました、低め外角ストライク。第2球投げました、ストレートはボール。インコース低め。第3球打ちました、三遊間のゴロ、アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは3番柳田。今日は三振とファーストゴロ。第1球アウトローの直球はボール。第2球投げました、アウトコース低めストライク。投球はこれから3球目、インコース低め、ストレートは外れてボール。投げました、低めのボール引っ掛けた、これは内野へのフライだ。マウンド前方掴みました。これで2アウト、ランナーありません。第1球アウトローへストライク。さあ次の投球、もう投げた、まっすぐ空振り、追い込んで投げた、打った、石岡取った、石岡一塁キャンバス踏んでアウト、スリーアウトチェンジ。山崎三者凡退に抑えています。6回の表が終わって5対1です。バブローズ、この回の攻撃はラストバッターから始まります。先頭バッターは伏見、外れた、ボール。第2球投げた、会心の当たり、抜いていった、ナイスバッティングです。バッターはトップに帰って福田、今日はここまで3打数1安打。投げた、外角低め、ボール。第2球投げた、打った、フラフラッと上がった、ファースト落下点、ファースト掴みました。これでワンアウト、ランナーは1塁変わりません。第1球ボール、投げました、流し打ち、ファール。第3球を投げました、ボール。次は4球目、投げました、打ちました、ピッチャーライナー真正面、アウト、ゲッツー、スリーアウトチェンジ。中盤まで終了しまして5対1、バファローズ現在4点をリードしています。ゲームはいよいよ終盤戦に突入します。トップバッターは牧原、インコース低めストライク、まずは入れてきました、打ちました、これは内野ゴロ、サードから一塁送球、一塁セーフ、セーフセーフ。バッターは6番増田、これが3度目のバッターボックス、タッチセーフ。第1球投げました、ボール。さあ次の投球、内角低め、直球は外れてボール。第3球を投げました、アウトローを見送ってストライク。第4球を投げた、チェンジアップ決まってストライク。第5球投げた、アウトコース低めいっぱい、見逃し三振。外角低めいっぱいに決まった。第9投げた、見送ってボール。一塁牽制、一塁タッチセーフ。さあ次の投球、インロー空振り、タイミング合いません。第3球を投げた、打ちました、右中間へ持っていきましたがライト掴みました。これで2アウト、ランナーは1塁変わりません。第9投げた、ストライク。第2球ボール、アウトコース高め。第3球を投げました、アウトロー、ナックルカーブ外れてボール。第4球を投げました、打った、流し打ち、一塁送球、アウト、スリーアウトチェンジ。スタンドからジェット風船が勢いよく舞い上がりました。ホークス、この回の攻撃はラストバッターから始まります。先頭バッターは甲斐、今日は三振とセカンドゴロ。第1球投げました、ストライク。初球空振りから、このボールも空振り、タイミング合いません。投球はこれから3球目、ボール。投げました、見逃し三振。バッターは代打松田に代わりまして、松田ピンチヒッター背番号5。第1球1球目ストレート空振り、投球これから2球目、打った、切れていきます、ファール。第3球を投げました、高め、ボール。投球これから4球目、打った、抜けた、松田いいバッティングを見せました。バッターは2番今宮、これが4度目のバッターボックス。第1球投げた、打ちました、ファール。
第2球流し打ち、どうだ、ファールボール。追い込んでから投げた、アウトコース低め、チェンジアップ外れてボール。第4球は空振り三振、低めの変化球でスイングアウトを取りました。柳田悠岐。第1球投げた、初球はストライク、まずは決めてきました。第2球投げた、打ちました、右中間へのフライ、ライト前進、掴んでこれで3アウトになります。一塁ランナー松田残塁に終わりました。8回の表が終わって5対1です。バブローズリードで迎える8回です。ワンアウトランナーなしという場面で伏見、スリーベースヒットが出ればサイクルヒット達成となります。投球これから2球目、空振り、バッター追い込まれました。第3球を投げた、打ちました、ファウルボール。第4球は外角高め、外れてボール。第5球投げました、打ちました、痛烈、いった、入った、入った、ホームラン、ソロホームラン、伏見今日これが2本目のホームラン、ストレートを狙い打ち、6対1、バファローズリードを5点に広げます。チームメイトが迎えます。リプレイをご覧ください。さあ、いよいよ9回に入ります。先頭バッターは DH のデスパイネ。第1球投げました、ストレートはボール。第2球投げました、見送ってストライク。第3球を投げました、3球目ストライク、ワンボールツーストライク、追い込んでいます、ボール。第5球投げました、スローカーブ、見逃し三振、ギリギリのところに決まった。バッターは5番牧原、今日はここまで3打数2安打。第2球投げた、決まってストライク。第3球を投げた、低め際どいボール。さあ4球目、空振り、次は5球目、ストレートはボール。第6球を投げた、打った、1、2塁間のゴロ、アウト、山崎取ってアウト、勝利まであと1人。ピンチヒッターは野村、スタンドからは大きな声援が上がっています。第1球アウトの際どい球、ボール、投げた、ナックルカーブ見送ってボール。第3球を投げた、3球目ストライク。さあ4球目、流し打ち、一塁線ライナー破った、野村ナイスバッティングです。バッターは7番リチャード。第1球投げました、ボール。さあ次の投球、決まってストライク。投球はこれから3球目、これは引っ掛けた、ショートの頭上、ショート落下点、ショート取りました、試合終了です。山崎見事な完投勝利です。バファローズ見事勝利です。ご覧のようにこの試合はオリックスバファローズが勝ちました。勝利投手山崎幸也、敗戦投手。さて本日のヒーローたちのインタビューが間もなく行われます。本当に今日は2人とも大活躍でした。